お疲れ様です、吉田さん。なんかね、またね、悲惨な動画が出てきましたよ。なんか築60年、家賃 2.3 万。そんな感じのタイトルで、40歳独身、女性。なんか暮らしてる、暮らしぶりがね、ずっと動画で流されていたんですけども、結構ね、70万件ぐらい再生があったんですが、こういうのがね、ちょこちょこあるんですよね。広告収入が入ってるとはとても思えないんですけども、まあ入ってるにしても、つく広告がね、あんまりいいものじゃないと思うんで、そんなに広告収入がね、78万回も再生があっても、はっきりとした報酬にはなってないだろうとは思うんですが、なんですかね、なんかこう、自分の悲惨な暮らしを、まあ本当に望んでもない暮らしを動画でアップロードしている姿っていうのは、まあわからなくもないんですけどね。まあそれで、まあ一部楽しみもあるんでしょうね、きっとね。昔ほら、なんだっけ、機関工で働いてる人が自分の働いてる姿をずっと撮影して映画監督デビューみたいなんで、本当にそれが映画になったりもしてましたけどもね。なんかそのゴミ箱を社員用と機関工用のに分けられていてとかいうのがあったりとかね。まあ今何でも映像になるなと思うのと同時に、その動画の中にね、身の丈に合った暮らしをしてるって書いてあったんですよ。だから自分に価値をつけるとしたら、どれが身の丈なのかなって自分で決めればいい話なんですけども、まあ身の丈っていうふうに思ったんだろうなと思うとね、まあいろいろと思うところがあったなってことですよ。まあ身の丈ってのは一体ね、どういうふうに決めたらいいんでしょうかね。身の丈に合ってるのか合ってないのか、合っていないとしたらどのぐらいかけ離れてるのか、どういうふうに決めればいいんでしょうか。いってらっしゃい。